キアンドジロー本から広がるラジオ始まりましたね。ジローさん、ところでブクソンって知ってます？ちょっと分かんないですけど、自己紹介先にした方がいいんじゃないですか。いいんですか、これ自己紹介後から。自己紹介はしたりしなかったりします。わかりました。じゃあ何なんですか。いや、だってちょっと聞いてる人が今誰喋ってんのってなってんじゃないかなって。間違いない。とある教育ビジネス会社で事業部長をしてます。うん、そうですね、語学教育事業部長と言ってもいいんですかね。いいと思います。うんうんうん、のゆきさんと、あと私が次郎で、私はあのもう中国語コーチングなんで、まあある意味ちょっと被ってるところではめちゃくちゃライバルと言えなくもない。めちゃくちゃ被ってるでしょ。規模が全然違うんで、あれですけど。めちゃくちゃ被ってますよ。うんうん、ちょっと被ってる。そう。なんでね、ちょっとね、仕事とは少し離れて、うんうん、あのプライベートでね、お付き合いさせていただいている関係の中で、あの二人でいろいろお話できたらななんて思ってます。そうですね。はい。では行きましょうか。ブック何でしたっけ？ブクソン。ブクソン、わかんないです。マラソンみたいな。さすが、あの語学コーチでいらっしゃって、勘がよろしいう。本当にそうなんですよ。あのハッカソンとかと同じで、ブックソン、自分で作った言葉なんですけど。え、嘘。そうそうそう。それずるい名前。はいはいはい。ブックマラソンって言って、うん、自分で本のマラソンを、はい、やってたんですよ。はい。ずっと私、陸上部だったこともあって、ちょっと長距離系が好きだっていうのもあって、うん、はい、で今回このね、ラジオ番組では、うん、私がこれまで読んできた本の中で、うん、まあ、ぜひこのブックマラソンの中でぜひ皆さんに紹介したいと思うとっておきの一冊を、内容を、まあ、紹介したり、うん、まあ、感じたことを、感じたことを話したりお伝えしたり、うん、まあ、時にね、本と全く違う内容にそれていったりというですね、こう私と次郎さんの自然な会話の広がりを楽しんでいただく番組になっています。はい、はい、それでですね、早速第1回目なんですけど、うん、はい、もうこの年になるとこう何でもなんか一番好きな食べ物とか一番好きな映画とか、うん、一番好きな曲とか、うん、だんだん即答できるようになってきたなって思うんです。え、ちょっとそこ広げてもしょうがないんですけどいや、一番好きな食べ物なんですかってよく聞かれたりするじゃないですか。ます。それ即答できるんですか？できます。なんですか？味噌カツです。うわ、私とんかつです。あ、一緒じゃないですか。はい、正確に言うとそばととんかつなんですけど。あ、セットなんだ。ああ、即答できるって言ってもこれって、うん、ちなみに私は即答するためのものを準備して決めてるんですよ。あ、そう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 、なるほどね。うん、うん、で本当の本当は気分によるじゃないですか。でも分かる分かる、うん、そんなクソつまらない盛り上がらない話してもしょうがないなと思って、オフィシャルのものを決めたんですよね、ある時。そういうことだよね。うんうんうん、ゆきさんもそういうことですか？そういうことです。あ、そうなんだ、うん、そういう人あんまりいない気がしますよ。あ、そう？多分。なんか自分でよく聞かれて困る質問が、うん、食べ物の好きなの何とか、うん、好きな女優さん誰とか、うん、うん、なんか今まで聞いた曲で一番良かったの何とか。はいはい、聞かれますね、うんうん、絶対あるのに思い出せないのがなんか毎回悔しくて。はいはい。でちょっとすごい真面目になんか日々食べ物を食べてる中で、うん、これが一番好きかという自問自答をしながら食べていた中で、はいはい、とかつは全く違和感なかったんですよ。なるほど、ブレなかったんですね。これが一番好きだわと。これよりもね、ゆきさん愛知方面ですもんね。岐阜そう、岐阜県はいつから愛知方面って怒られる。いやいやいや、それで味噌カツって別に岐阜の名物じゃないですもんね。そう、多分、まあそうね、愛知県のね名産ですよね。そうなってますよね。いや、そういう意味で、そういう意味でですよ。そういう意味でね。そういう意味でね。ああ、びっくりした。いや、岐阜は岐阜を
愛知方面って呼んでるわけじゃないですか。岐阜はよくね、字が書けないだの、どこかわからないだの、何が有名かわからないだの、いろいろ言われてきてますんで。え、君の名はでもあれでしたよね、岐阜でした。よくご存知じゃないですか。そうですよね。そうです。平高山もあるし。そうです。ありがとうございます。うんうん、はいはい、すみません、それましたが。そう。それで、一番好きな本なんですかって言われたら、まあ、即答でこの本ですと。で、この本って何ですか。北川泰史さんの手紙屋という本です。出た。これ聞いたことある、ゆきさんから。私からだよね。ゆきさんから聞いたことある。これはですね、最初に紹介したいし、はい、うん、1回ではちょっと語り尽くせないので、ああ、まあ、何度も多分登場させたい。え、でも今日 5分以内にこれ終わりますよ。これ5分で終わっちゃうんですか。5分で終わるから。何回も登場させるものでもないし、それを把握してませんでした。ちょっとバシッとバシッと魅力を教えてください。何回もあるもんだと思って。いやいや、そんな何回もその手紙屋の話されてもね。いや、する価値ありますよ。でもこれはね、それぐらい、はい。でちなみに手紙屋は、ね、うん、2種類あって、うん、1冊が、僕の就職活動を変えた10通の手紙。はいはいはい。広い意味で言うと仕事に関する本です。はいはいはい。あ、ごめんなさい、それは10通の手紙っていうのは10個の短編が入ってるって意味ですか。あ、ですね、そういう意味ではなくて、はい、主人公が手紙屋さんという職業の方と、はい、1回文通をするんですね。あ、なるほど、はい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 。手紙っていう意味になってます。で、2冊目っていうか種類があって、はい、もね、手紙屋警察編っていうのもあります。そうなん、続編みたいな。ですね、ね、そう、一応そういう位置づけになるんだと思うんですけど、はい、先ほどの手紙屋がお仕事、仕事について、はいはいはい、警察編が、警察編って感じ、あのイメージ、これ一般的な言葉なんですかね。いや、今全然警察ってのが出てこないでしょ、頭の中に。ホタルの雪って書いて警察って。あー、なんかもしかしたらちょっと賢い人は使えるのかもしれないですね。昔、うん、うちの近くの高校とか警察コースとかあったんですよ。あ、じゃあ、あるんだ、あるんだ、あるんだ。無知なだけだ、私が。違うんですよ、違うんですよ。それが、ただ一般のコースなのかどうかちょっと分かってないんですけど、はい、まあ、あの昔ね、あの、ホタルの光で雪の中でも勉強したっていう。そうですよね。そういう、あの、そうそうそう、なんていうの、お話というか。それは分かりますよ。語源のね、言葉の、そう、定説編、うんうん、でこれが勉強についての本なんです。で今日は仕事の方いきます、なんかちょっと逆な感じしましたけどね。勉強の方が先で仕事がその後かなと思ったら、続編が定説編なんですね。あ、先に定説編いっちゃいます。いや、いかない、いかない、いかない。いいです、順番通りでいいですよ。順番通りでいい、うん、お仕事編の方いきましょうか、うん、多分ね、こっちが順番だと思います、私も。うんうん、まあ違ってもいいっすよ。うんうん、うん、で、まあ、どんな本なのかというと、うん、主人公の大学生の、うん、ちょっと待ってくださいね。主人公がですね、はい、なんて名前だったかな。この辺もちゃんと見とけよって感じかもしれないですけど。いやいや、いいっすよ、いいっすよ。両方の名前が、あ、西山亮太くんかな、これは。はい、男の子が大学生なんですよ、うんうん、はい、就職活動をしている中で、これ全員皆さん1回は通る道だと思うんですけど、まあ、自分のやりたいことって何だろうとか、本当に第一希望を語ってるけど、俺はこの会社に入りたいのかとか、何を基準に会社を選べばいいのかとかですね、いろんな悩みを就活生のこの子が抱えるわけなんですね。はいはいはい、はい、でその質問というか悩みを、まあ、この手紙屋さんというこの文通を仕事にしている、手紙屋という仕事の方を通じて、その悩みをですね、解消していって、まあ、主人公が成長していく、そんな物語です。なるほど。文通屋さんっていうのは架空のお仕事ですよね、きっと。そうです、この本の中にしかないと思います。ちょっと探してないですけど、うんうんうん、まあ一般的では少なくともないですよね。そう、まあ、ただ、言い
方としては例えばですけど就活の相談を手紙でやってると思ったらまあ方法論の違いかなとも取れる。なるほどなるほど、うん、うんうん、はい。で一応期限というか回数がついていて、はい、10回の文通の中で、まあ、自分の、はい、まあ、課題を解決しするという、まあ、回数の制限が一応ついていると。はいはいはい、はい、でまあ、これもともとねじゃあ仕事ってそもそも何か何でするのかっていうこととか、うん、お金ってで何の対価なのかっていうことであるとか、うんうん、自分が欲しいものはどうやったら、まあ、手に入ってそれは、うん、何をしていかなきゃいけないのかとかですね、まあ、いろいろとこう手紙の中を通じてすごく具体的に手紙屋さんが上手に言葉にしてかつコーチングしてくれるんですよ。コーチング、なるほど。そうなんですよ。結構ねだ質問形式が多くてですね、はいはい、話を聞いてあなたはどう思われましたかとかですね、はい、うん、なんですよ。でそれは読んでるうちに、うん、こう読んでる人がその本にもうコーチングをされるようなそういう作りになってるんですかね。なってますなってます。上手な作りになっていてこの方本当に私評価する立場では全くないんですけどものすごい文才とこの本の構成の才能のあられる方なんだなと思って読んでるんですけど、なんかバシッと一つもしユキさんがここにハッとさせられたんだよなみたいなところってもしあれば教えてほしいんですけど。いっぱいありますよ。あえて一個あっちゃダメなんですよね。ちょっと待ってね、うん、なんかパッと思いついたやつでも全然いいです。ちょっと待ってね、今ねこれ見てて今日この場にふさわしいかどうかはあれですが、うん、うん、おやおや、あ、はい、これにします。はい、この国では会社は法人と呼ばれ法律上一人の人間として見なされています。はい、これですかね。え、ちょっと待って、それだけ、なんで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 、それいわゆる法人格とかいう、そう、じゃあなんか法律上の話みたいなそんな感じもちょっとしますけど。そうなんですよ、うん、ちょっとびっくりしてこれ先にこの話から入っちゃうと想像がついちゃうんですけど、こんな話があるんですよ、うん、この国の生まれるすべての人には親がいます、うん、つまり子供を産もうと決めた親の意思が必ず存在をします。うん、この国に生を受けた人は必ず国民になることが義務付けられ出生届を出さなければいけません、うん、親がそれを怠ればその人はこの国で自由な活動をしていく権利がを手にすることができません、うん、生まれてしばらくはさまざまな経験を通して成長していきます、うん、ありとあらゆることが初めてのことばかりですから失敗や他人との衝突を繰り返しますがいろんな人と関わりながら大人になっていきます。うん、大人になるとこの国に生きる者としてさまざまな義務が生じてきます、うん、でなどがその例です。つらつらといろいろ書いてあります。はい、はい、でこの今の人ここで紹介した人って誰のことだか分かりますかっていう質問があって、うん、これが法人、今のは会社の紹介でしたっていうくだりがあるんです。なるほど。で私がこの本読んでいて、うん、ちょうど今の仕事を選ぶ時のタイミングだったんですよ。うんうんうん、本の中の主人公もどうやって会社を選んだらいいのかっていうことを悩んでた時に、はい、この話が出てくるんです、うん、であなた今私が紹介したものを人だと思って聞いてましたよねと、うんうんうん、で今の話は法人で会社のことですと。なるほど。誰と一緒にいたいかっていうことと同じようにどの会社の人たちと一緒にいたいかっていうことで選べばいいんじゃないでしょうかと。なるほどな、誰と一緒にいたいのかか、うん、なるほど。だから会社を選ぶっていうのは働いてる人を選ぶと、うん、なんかそんなくだりがあって私はそれが好きなあのセリフでした。なるほどな。それあれですね、私ねさっき紹介の時に言いませんでしたけど、うん、ゆきさんと元同僚だから、
もともとゆきさんと同じ会社にいたわけですけど、そうね、なんかやっぱり会社のカラーってありますもんね。ありますあります。私5年前ね、ちょうど伊藤さんとかと、うん、まああとその他面接いただいた方とかとお会いして、うん、あ、なんかこういう方々と一緒にいたいなっていうのはやっぱりあったんで、うん、それで選んだ、この本の通りというかね、この本の選び方を参考に私もそれで選んだと。なるほどな、確かに、そうですね。あ、面白いな。だから会社とかを見る目がちょっと変わりますよね、そうすると。私はこの本を通じてやっぱり仕事のこととかやっぱいろいろね、あの、私就職活動もしたことなかったですから。あ、そうなんですか。そうです、大学卒業するときはあのちょっと若気の至りで、はい、ラジオパーソナリティのオーディションばっかり受けていてですね。はい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 。で全然通らず、偶然社員枠で受けた会社が奇跡の採用くじを引いてしまって、はい、それでもうそこで決めて以上っていう感じなんですよ。ラジオ局でしたよね。そうですそうですそうです。そっか、だからパーソナリティになろうと思ったんだけど、ラジオ局で、そこの社員として働くことになったんですね。そういうことです、そういうことです。なるほどなるほど、なんで本当一回だけ就活フェアみたいなとこ行ったんですよ、あの、はいはい、大阪の京セラドームかな、うん、なんか友達とかめっちゃ行ってて、うん、で、え、行ったことないのやばくないみたいなね。いやー、そうなりますね、なんかそう、うんうんうん、なんか煽ってくるんですよ、うん、別にやばくないんですけどね、本当はこの時期で行ってないってそれやばないみたいなことをね、うんうん、言われて、え、そうなの、俺やばいのと、うん、ね、まあとりあえずやばいかどうか見に京セラドーム一緒に行くわと、うん、で行って、うん、これやばくないなと思って。なんでやばくないと思ったんですか、ちなみに。なんか、うん、これは私ちょっとね、その自分ではねできなかったんですよ、その当時その京セラドームにいた就活生の方々みたいに、うん、携帯電話でなんか人事部の方とやり取りして、うん、あ、お世話になります、あ、先日の件ありがとうございましたとかやってるのを見て、うん、ちょっと俺には無理やわと。ああ、そうなんだ。無理じゃないわと思って。はいはいはい。まあでもこれも、後でね、親父とかと父とかと喋ってると、うん、まあそう、本当そうだなと思ったことがあって、うんうん、なんかいい会社に入りたい人たちってのが本当に不思議だったんですよ。うん、全然思ったことなくて。うん、今はちょっと思うこともあるんですよ。それすごいリアルですね、なんか、まあ、当時は思ったことなかったんですよ。はいはい。で、本当だからトヨタ自動車入りたいとか、うん、うん、電通入りたいとか、うん、で商社行きたいとかって本当に、うん、本当に何も分からなくて、うん、なんでそんなことがしたいんだろうと、うん、で、ある時親父にそれを言ったら、うん、あ、なんか、まあ、親父うちは公務員なんでね、うんうんうん、公務員だったんで、あ、なるほどと、それは確かにあの親ね、お父さんが仕事で困ってるのとかあんまり見たことなかったからかもしれないなってことを言うんだ。なるほどね。うん、でそれこそ、ま、本当確かにそうだなって今思って、うん、あの家でね、例えば会社リ、まあ、リストラとかにあって、うん、経済が困窮したとか家庭の、うん、まあ、そういう経験があると確かに、うん、安定とか報酬が高い方がいいとかね、うん、そういう考えになるのも多分自然な流れだと思うんですけど、うん、私の場合はね、大学卒業するまであんまりそういう経験は良くも悪くもなかったっていうのもあって、うんうん、はい、それで就活もしない学生になりましたと、うん、はい、え、ちなみに二郎さんは就活、うん、まあ、しましたよ。さすがに結構大きい、いい、それこそいい会社にいましたもんね。そう、三菱重工なんで、まあ、いわゆる大手企業だと思うんですけど、ただ私の場合はあれでしたね、なんていうんだろうな、中国語に関わる仕事をしたいっていうのは一つあって。当時から？もう当時からありました。っていうかもうそれしかないと思ってて、
実は何をしたらいいのかよく分かんなくて、中国語教育に携わりたいって今は携われてるんですけど、うん、携わりたかったけど、でも日本人の新卒の大学卒業したばっかりの人が当時携われるものって基本的にはなかったので、うんはいはい、何か中国語に携わりたい、あるいは中国に携わりたいと思ってて、うん、何でもよかったですよ。あの落語大好きだったんで中国語で落語やろうかなとか、うん、結構真面目に考えてましたし、はいはい、でただ結局よくわからないまま先輩が言ってたんで、うん、もう先輩が言ってた会社にしようと思って、すごく信頼してる先輩だったんで、もう就職活動いろいろやってるうちにわけわかんなくなってきて、そうわけわかんなくなったんで、少なくともこの会社には自分の大好きな先輩が一人はいる一人はいるぞと、そう一人はいるから、うん、じゃあ少なくともここは可能性としていい会社だろうっていうことで入ったっていう感じでしたね。そっか、じゃあ何社ぐらい受けてたんですか。あでも多くはなかったですけど、全部合わせて 6,7 社ぐらいは受けたと思います。でまあまあ落とされもして、半分ぐらい落とされて、そうですね、半分ぐらい落とされて、ただ全部もう大手しか受けてなかったですね。ちょっとさっきのゆきさんの話とは少し矛盾しちゃうんですけど、うちも親は公務員だったんです。そうしたよね。だからもう安定というか、なんて言うんだろう、大手の企業に入る以外の選択肢っていうのは基本的に考えにくかったですね。あ、なるほど。近しいその家庭環境というか、そう経済環境が作れるってことだよね。そうで、中小企業で働くという、なんだろう、その働くということが全くイメージできなかったです。想像もできなかったので、はい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 、なんか大手以外をこう受けることも、なんか全くちょっとよく分かんなかったんですよね。なるほど。うん、っていう感じでしたね。さて、はい。何分経ちました？あ、もう過ぎまくってるかも。もう過ぎまくってますね。うん。うん、今日はここまでかな。今日はここまでです。はい。超途中までだけど。じゃあ今日は手紙屋、北川泰さんの手紙屋という本をご紹介させていただきました。唐突に終わるけど、これで読みたくなった人いるかな。まあ読みたくなったら読めばいいし、読みたくならなければ読まなくてもいいですし。おっしゃった。またね、これちょっと何回かに分けて紹介したいんで、うん、またこの本はぜひ紹介したいと思います。わかりました、ありがとうございます。私ちなみにまだそんな読みたくなってないですか。プレゼンミスってるやん。まだなんかゼロが30になったぐらいです。そうだよね、ちょっとね、はいはい、即興すぎて準備が足りなかったね。確かに確かに確かに。そう、まだ私のプレゼンは即興では難しいね。そんなことないです。すみません、私がフォローかたくなに受け入れないだけかも。次の予告だけしていいですか。はい。次がですね、森岡剛さんの、はい、苦しかった時の話をしようか。またなんかこうちょっと生き方みたいな話ですかね。ビジネスマンの父が我が子のために書き溜めた働くことの本質。あ、やっぱり仕事に関してなんか就活ラジオみたいに。そうですね、本当ですね。なんで私はこういう、だからこれに人一倍悩んでるから、こういう本を読んでなんか整理理解しようとしてるんだと思います。うん、でも面白いと思います。楽しみです、すごい。確かにな、今自分で喋ってて本当そうだな。はい、いや多分でもみんな悩んでると思うのでいいと思います。はい、かなり私の中ではヒット、いや素晴らしい本だなと思いました。わかりました。じゃあその魅力を次回ぜひ、はい、ご紹介します。教えてください、ありがとうございます。次郎さん、今日はありがとうございました。はい、こちらこそありがとうございました。バイ。